10年ぐらい前に雑誌ターザンで、レイジ先生とアンジャーシュ小島が一緒にヨガ特集でてたのが印象残ってます。あなたに見たんですか <laughs> マガジンハウスの人がターザンで、そう、ヨガ特集やってるよ、みたいなさ、ヨガやるんだよね、つって。で、誰かいない、みたいなさ。小島さんやってるらしいね、なんつって。<laughs> 山田さん、小島さんに会,い会わないとか言って。小島さんに会いましたよ。普通のいい人だった、小島さん。で、あの人、普通のいい人としてちゃんと売れてるよね。うん。だからまあ、 なんか、いろいろあったけど、ね、あの二人も。実はあふ、あの、あの二人がやってた、その、アンジャッシュのコントっていうのは、衝撃弾ブームの時の、なんか、名残みたいなのがすごくあって、よくできてて、俺は結構好きだったんですけどね。はい。そうですよ。小島さん好きですよ。うん、大島さんって言いたかったね。でもね、あんなんね、大人がいっぱいいる中で、初対面で、それで控えすかなんかでね、二人きりになった時大島さんって言ったら、小島だよって絶対言ってくれたと思うよ。だけど、俺はその勇気ない。 失礼すぎないかっていうさ、お前さ、通りがかりの高校生じゃないんだからさっていうさ、ね、それはそうでしょう、大島さんって呼びたいよね、みんなね。だから、そうさせたのが、小島さんの、まあ、正気っていうか、まあ、そのね、えーまあ、あれで勝ったなっていうさ、小島さんね。安心して突っ込まれる人になれるかどうかっていうのは、タレントさんすごい大きいよね。今、だから、あの位置にアン、アンガールズの田中さんがいるのかな、わかんないけど。 うういいい場所にいる人って必ずいますよ控え室では勇気ぃますよでもねなんかその芸能人がいるスタジオとかにさ行ってさなんかテレビ局とか呼ばれてさ控え室にいてさ隣にタレントさんがいるじゃないそういう時ってタレントさんの方から声かけてくる可能性その率の方が圧倒的に高いですよだからがん頑張って 頑張って話さなきゃって俺が思う前に向こうからどうもこんにちはなんとかですとかって言ってくるっていうさ、あんま、あの漫画家の方でいらっしゃるんですよねとかってすごいよ、あのね、バラエティに出てる人たちの、その、なんつうかな、作法っていうかな、すごいなと思って、本当に楽屋挨拶組んだと思って、次から次へととかと思って、ゾフィンの上田さんとかさ、めちゃくちゃ腰低かったよ、あとダンサーの向井さんとかさ、なんか。 パンサーの向井さんって見るからにいい人だけど、実際に会って本当に普通に喋って、なんか初対面なのにすごい普通に喋って、おすすめの漫画ありますぐらいのところまで来てるから、すごいよね。で、山田怜さんはタレントじゃないですかって、俺は,俺はタレントじゃないぞ。俺は多分高齢 YouTuber だと思うね。そう。売れない漫画が高齢 YouTuber になっておりますみたいな感じだと思われてるんじゃないですかね。それで、たまに面白いこと言うんじゃないのぐらいの感じで、いるんじゃないですかね。 それでね、向こうはコミュ力日本代表だよね。そうだよね。それでそんな風にして、淘汰されてさ、あの残った人たちだよなって思いますよね。<laughs> 立派な芸能人か、俺は。芸能人。芸能人って面白いよね。芸能人って言い方ですか、面白いですねに、えー。そう思われてたら面白いよねに。漫画家なんですけどね。はいえーえー、え、何 えー、ま、漫画家 YouTube。あ、そうか。だって、ずっと漫画描きながら YouTube やってたからね。で、最近書いてないだけですからね。最近は、あれです。絵描きです。だから、絵描き YouTuber なんですけど、まだ本格的に絵描きを始めてからそんなに経ってないで、その、おこがましいと思ってるので。芸能人のコミュ力怖い。怖いよ。怖かったな。みちょぱとかすごかったな。 なんすかねだから残ってんだよなっていうのはありますね。会うと悪口言いづらくなる説は正しいですね。それは絶対そうだと思うよ。本当に。あの野郎ってテレビ見ながら思ってたりするけど、会った瞬間に、え、何いい人なのどう,どうすんのってなっていくっていうのが、もう定番中の定番ですね。なので、最近はだから、よく知らないのに悪く言うのはやめようっていう,うに思っております。はい。コミュ力の圧苦手。うん。まあまあ、まあ、ぐいぐいね。 来られるるののはは嫌いいな人もいるのは分かります。本当に、はい。みちょぱ色白メイクしてめちゃ美人だったら、ま、マジであの人すっごい美人だったと思ったよ。本当に。まあ、思った通り大成功していくだろうなと思ったらやっぱり大成功しておりますね。はいえー